はい、どうもよろしくお願いいたします。本業俳優、趣味が女装の宮のオーナーとアイドルやってます、中井島澄です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。っていう感じで、まあ今回はね、ちょっとなんかいろいろね、新しく流れが、まあ店のね、メニューとかがいろいろコロコロ変わっているので、ちょっとね、紹介していきたいなと思いまして、まあそれだけ、まあまあ大体それだけなんですけど、まあドリンクメニューはね、あんまり変わってないんですけれど、もう最近ほら、おにぎりを作ってるんです、おにぎりがとか言っておにぎりばっかりやってたんですけど、最近もおにぎりもそろそろ落ち着いてきたなっていうことで、なんか何かええもんないかなと思いまして、中井島澄さん、豚汁ということで新章突入でございます。今年のしばらくはちょっと豚汁を頑張るということで、今回ちょっとね、まとまりまして、まあ、豚汁が新しくメニューに入りましたんで、まあ、今回ね、この豚汁なんですけど、まあ、もう完全に、なんかのドラマを思い出させるような感じになってるんですけど、まあまあ、それはそれで置いといてなんですけど、はい。で、内容と、まあ、中身っていうかね、まあ、なんかね、まず、まあ、いろいろやってるんですよ。なんか、じゃがいも入れようとか、まあ、じゃがいもはいいんかな。まあ、で、具がね、豚肉、じゃがいも、椎茸、人参、大根、豆腐なんですけど、まあね、木綿豆腐なんですけどね、まあ、でも、豚汁で大事なのか、なんやろ、なんつったんかな、味噌かなって思って、ちょっと今味噌にいろいろやってて、今ちょっと最近は赤味噌と普通の、泡味噌をちょっと合わせてみたりとか、なんか、思い切って焼酎ダーン入れたりとか、この豚肉はじめに僕は炒める派なんですけど、まあ、豚肉を炒めるのに、ごま油じゃなくて牛脂入れたりとかしたんですけど、まあ、牛脂に至ってはアクが出まくって、あんまり良くなかったです。おすすめは一切しません。っていう、まあ、いろいろ試行錯誤して、まあ、今のところは落ち着いた、豚汁がありますんで、ぜひよろしくお願いします。っていうことと、で、あとはね、こちらの、馬肉の燻製ね。まあ、これなんか、ね、まあ、こちらもね、ちょっともう、一応定番メニューとして置いてますんでね。まあ、あと今回の新メニューとしてね、生ハムチーズ、巻き。で、サイコロステーキ。これね、まあまあ、肉入れさせてもらったんでね、皆さんも食べていただけたら非常に嬉しいです。こんなにデカデカと書いてるんですけれど、今のところ、あったん知らんかったって言われる人が高いんですけど、なんでですかね、わかんないけど。まあ、あと、鮭茶漬けうどん。もうこれすごいまた簡単メニューなんでね。まあ、ぜひ作り方教えてくださいって言われたら、速攻で教えれるんで、よろしくお願いします。で、ね、今回ね、またね、はい、ね、っていう感じで、その最近のおすすめメニューはね、落ち着いたんですけれど。まあ、次はね、おにぎりメニューなんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、うちのおにぎりは、人気じゃない、あれが、こうや、どうや、こうやっていうのが絶対あるんでね、まあ、そんなに売れへんかったなーって、おにぎりのメニューどんどん首にするんですけど、まあ、例えばね、マグロなめろおにぎりは人気なんですけど、生ハムチーズっていう、いよいよほとんどの人が口をつけることのなかった幻のメニューがあって、まあ、これに関しては幻なので、いつか、ご要望が、高まれば、いつか復活させますけど、まあ、よろしくお願いします。まあ、あとはね、シンプルに考えてどう考えてもないなって落ち着いたら思ったんですけど、のりたまのおにぎりあるじゃないですか。店でわざわざ食べへんっていうのね、気づくのにえらい時間かかってしまったんですけど、まあね、そういうのとかを一見中ね、申請しまして、まあ、ね、こちらのね、おにぎりメニューに変えていきまして、まぁ、ちょっととろろ昆布とバター海苔塩という新しいメニューを入れていきまして、前回やったバター醤油くんは、もうクビになったんですけど、まぁ、こちらもめっちゃ人気やったんですけど、バター醤油っていうのがいまいちピンとこへんかった。一応ほんまは豚肉と玉ねぎをええ感じに、バター醤油でいい感じに、甘辛く煮た感じのええ感じのやつをやったんですけど、僕の説明不足で、ピンとけえへんから誰も頼まないっていうね、失態を犯してしまったので、今度バター海苔塩という分かりやすいタイトルに変えました。で、今回ね、セットメニューとかもできますんでね。形は多少悪いけど、味は美味しいよねと言われる、だし巻きと、
なんやろ、シンプルすぎて、あの、どうピックアップしたか分からない。焼きハム、あと豚汁などもセットね、出せるようになりましたんでね、ぜひよかったらおにぎりメニューもよろしくお願いしますって感じなんですけど、まあ、あと食べるものに関してはね、まあまあまあ、なんやろ、その、最近のおすすめ以外は、まあまあ、特に変わりはなく、やらせてもらってますんで、って感じですね。まあ、それぐらいかな。まあ、とりあえず今月は、っていうよりしばらくは、中谷真澄、新章突入ということで、豚汁ピックアップして頑張っていきますんで、よろしくお願いしますって感じですね。そんなもんかな？うん。とりあえず、なんか、最近はおにぎりと豚汁をやたら押す洋食喫茶館から、また改めてよろしくお願いしますので、よろしくお願いします。